はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第16弾をお送りします。で、今回はこの5つの熟語をやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からいきましょう。で、まず1番が many times です。 many times で、まあよく出てくるものなんですが、回数ですね。で、何回もと、あ、まあ何度もって言い方でどっちでも構わないんですが、今回は何回もで書いておきます。例えば、私は何回もアメリカに行ったことがあるとか、そんな感じで使ってください。で、これは、似てるとかっていう感じではないんですけど、まあ、大体こうセットで勉強するものなので、ちょっとおまけでいいですか、今回。せっかくなんでね、回数をちょっと復習しておきましょう。これ何回もでしょ。まず1回です。例えば、さっきのだったら、私は1回アメリカに行ったことがあるという場合は、once です。1回。とか、まあ一度でもいいですね。入ってるね、OKOK。で、2回も言っておきましょう。で、2回はこれで twice です。twice。で、じゃあ3回目いくか。3回以降は、この数字、3、3ですよね。それに同じ、この times をつけてください。3 times。で、すると3回になります。だから、これ以降は4回だったら4 times。で、5 times っていう感じになればいい。まあ、だから、once, twice だけ。まあ、覚えておけば、あとは数字が書ければね、問題ないっていう感じですね。まあ、せっかくなんで、ぜひね、一緒に覚えちゃってください。で、次が wait for です。wait for。で、これは wait が待つなんだよね。なので、その for をくっつけることで、ほにゃららを待つという熟語になります。で、次が by the way です。by the way。で、これはですね、まあ、長文とかで、たまにね、ちょろっと出てくるもので、知っておくと、まあ、便利というか、なんだろうな、話のつなぎがわかりやすいので、ぜひね、覚えちゃってください。これ、by the way で、ところでっていう。だから、ぶっちゃけ、これを知らなくても、長文読むときにそこまで困らないって言ったら困らないんですよ。ただ、知っておくと、ところでって分かれば、まあ、つなぎやすいというか、ほにゃらら、ほにゃらら、ところで、ほにゃらら、ほにゃららっていう感じのつなぎが分かるからね。なので、ぜひ覚えておくといいと思います。で、今回一番内容が多いのが4番ですね。either A or B です。で、これ、自分 either って読むんですが、これ either っていう読み方で、もしかしたら習った方がいるかもしれないです。で、これはアメリカ英語とイギリス英語の発音の違いの、なので、まあ、自分は either って読んじゃうんですけど、まあ、either A or B ですね。で、これで、A か B のどちらか。A か B のどちらかがほにゃららですと。ごめん。っていった感じで使います。で、ここはそれプラス。二つ覚えてほしいことがあって、どっちから行くかな？反対の方から行こうか。じゃあ反対行きます。もうこれはね、either とぜひね、セットで覚えてください。で、覚えやすくって、either A or B ありますよね。この either と or に N をつけます。両方とも頭に N をつけると、N つけただけ、neither です。で、AA で、OR に N をつけて、NOR ですね。either A nor B。これもセットで覚えてもらって、反対です。A も、B も、どちらもほにゃららない。つまり、A も B も違うよっていう感じ。どちらもほにゃららないよっていう。これは A か B のどっちかがそれだよ、みたいな。時に言うんですけど、A も B も違うよ、両方違うよみたいな時に neither A nor B を使ってください。これ反対、まあ、セットで覚えちゃうといいです。で、もう一個大事なことがあってですね、この either の使い方なんですけど、じゃあどうしようかな、例文一個、ここでいっか、いきますね。ちょっと待ってね。じゃあ either どうしようかな、言うと、あ、意が分かりやすいかな。
じゃあ、either you or I です。これで、あなたか私のどちらかが、ほにゃらら、ちょっと開けときますね。wrong、違うよって。で、なんか金話をしてたら、いや、あなたと、あなたか私のどっちかが違うんだよ。間違ってんだよ。みたいなことを言いたいときに、こう、B 動詞入れたいんです、今。B 動詞。でも、you だったら are ですよね。I だったら of のはずなんです。じゃあ、どっちか。これ、of なんです。使うの。これね、大事なんで覚えておいてください。この either 使うときっていうのは、後ろ。こっちの主語に対応した動詞を入れてください。だから、もし、either you or he、あなたか彼のどっちか間違ってるよ、違ってるよって言いたかったら、ここに he が来てるんで、is が来ます。で、もし、be 動詞じゃなくて、一般動詞を使いたかったら、ここが he だったら、三単元の s がくっつきます。っていった感じで、後ろの主語、こっちね。こっちを主語だと思って、動詞の変化を決めてください。ここ大事ですね。まあ、これは either でございます。で、最後、go on ですね。go on, ing です。で、もともと go on。これが続けるっていう意味があるので、ここ動詞ね、入れて動名詞を作って、ほにゃららし続けるっていう感じで使います。まあ、go on studying とか言えば勉強し続けるみたいな感じでね。っていうふうに使ってください。はい、といった感じは、ね、感じで今回ね、この5つやらせてもらいました。ちょっと待ってね。こうか。で、毎度毎度ね、お知らせしておりますが、よいしょ。このシリーズね、第20で終わりになりますので、青もいいよね。なりますので、あと4つか。はい、続いていきます。なので、まあね、もしよかったら最後まで、ぜひね、お付き合いいただけたらと思います。ちょっとね、汚いな。タオル使うか。よいしょ。お待ちください。ここと、あと、ニーザーもね、覚えてほしいんで、ここ。これね、ちょっと待って、ね。よしよいしょ。で、これか。これもね、ぜひぜひ。こんな感じでいいかな、今回は。よし、ということで、じゃあ改めて、ここまでご視聴いただきありがとうございました。じゃあ次回、第ね、17弾やっていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。